なんかいろいろ緊張しちゃう。硬直するから。わかるわかる。あーすごい。いただきましてありがとうございます。いただきます。すごい。あ、じゃあ、あったかいうちに。チラッと。あ、チラッと。あ、あれですよ。乾杯。いただきます。まあ、まずはそのウーロンティーでいただきます。面白い。すげえ。僕ね、結構面白いんですよ。いや、本当ね。中学校の時、あの、後ろの席の人、バラかしすぎて、後ろの席の人戻させたっていう、伝説があるんですよ。それは伝説ですね。え、自家製パンすげえな。いただきます。超美味しそう。あ、美味しそう、パン。柔らか。美味しい。あ、うまっ。レバーめっちゃうまい。あ、ほんと？よかったよかった。いや、うまいわ。レバーとパンめっちゃうまい。うん。いや、二人がさ、何が好きみたいな聞いた時にさ、そう、お肉と魚って言ってたから。あ、もう、もう、全部好きです。二人で作ってくれた。そう。分担してね。そうそうそう。じゃあ、俺これとこれ作るんじゃん。りょうちゃんは何を作ってくれた？俺は、アクアパッドと、はい。ありがとうございます。ちなみに2人の得意料理は何なの？何ができるかな？何でもできるよね。何でもできるくない？何でも。まあ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 。レシピがあれば何でもできるからね。でもパスタがやっぱり俺得意なのかな？最近作ってないね。パスタ。2人は得意料理は？俺は、スパイスカレー。僕得意料理なんやろ？ないな。食べる専門やん。食べる専門です。あ、そうなんだ。でもスパイスカレーってあれ？もうスパイス全部自分から。もう最初から。スパイスから。端から。すごいね。それもいいな。上野とかに買いに行くの？うん。なんかあるよね。上野のさ、地下のさ、商店街みたいな。どこ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 。なんかあるよね。アメ横の地下。ありそう。え？有名なとこあるくない？行ってみたい。上に行ったことないもんな。あ、ほんとなんかあるらしいよ。アメ横やろ？アメ横のその地下に、あ、そうなんや。結構、海外の人たちが、来るような専門店みたいな、スパイス専門店とか、めっちゃ行ってみる。あるらしくて、だから本格的な人はそこに買いに行くって言ってたよ。テレビで見たけど。あ、そうなんだ。そうなんや。そこ行ってみたいな。見てこれ。ちょっとなんかエボルタクみたいな。あれ乾電池のね。ああ、そうなんだ。わかるわかる。もうめっちゃ美味しい。まだ全部食べてへんけど、嬉しいな、このやつ。うちは好きだもんね。結構なんか、友達とか呼んで、なんか作ってとか。そうだね。最近あんまできてなかったけど、いつでも来て。いつでもいつでも。本当に来る。本当に来て。そうね。でも誘わないと来ないでしょ。そう言ってた。そう。嬉しい。なんかね。でもいるいる。あれよ、自分たちから、あの、来たいって言ったら全然ウェルカム。そう。じゃあまた来させてもらいます。ちょっと勇気出してよ、じゃあ。なんでなんで。いやいや、勇気で勇気。行っていいっすかって。行きたいって言ったら断りにくいじゃないですか、あの、断る方は。ああだからなんかそういうので、あの、ほんまに行っていいんかなみたいなのに、それを察しするのに時間かかるみたいな。ああいつでも来て来てって言って、じゃあ行こうかっていうまでにね、ちょっと時間あります。ほんまに。ああ、そういうこと。ちゃうか？ん？え、それってあれなの？なんかその偏見なのかもしれないけどさ、京都気質みたいな。ああ、僕はね、あの、あると思います。反対。京都の人だから。反対に。そうそうそう。そうなの。あ、そっか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 。裏を考えちゃうみたいなね。どこまで見ちゃうやんか。それはあるわ。あれ絶対良くないと思う、あれ。言ったって。言ったって。マジで。てか、誰に言うの？言ったって京都だ。あれ直した方がいいよね。あれはね、良くないと思う。直接言った方がいいと思う。あれ、何の。でも県民性だからね、しょうがないところはあるけどね。なんか何の礼儀でもなくない？なんで、あれ。めっちゃ言うやん。じゃない？そうだよね。あったよね。うちらに関してはもうそんな気にしなくて。裏なんてないから。ない、ない。よかった。来てほしくない時はちゃんと来てほしくない時は。来てほしくない。今日じゃないっていう。うん。今日じゃないなって言うから大丈夫。美味しそう。あ、これもパンにめっちゃ合うと思う。美味しくできた。美味しくできた。全部うまいんだけど。よかった。うまい。ジガジさん。ジガジさん。全部食べてへんけど、今めっちゃ美味しいです。今のとこ。めっちゃ美味しい。全部食べな。りょうちゃん、九州のどこやと？熊本。あ、熊本な。熊本いいじゃない。だからね、お箸熊本。あ、うまい。
めえうめえ違う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 違でも地元愛ってね、めっちゃ嫌うの、この人。ああ。じゃあ、九州、違う、九州の人が、我が強いからじゃないの。まあまあね。なんか、地元愛がすごいとか言ってめっちゃ。でも、特に福岡。あ、そうなんだ。あ、福岡はね、強いわ。なんか、しょってこっち来てるよね。そうよ。だってほら。しょってこっち来てる、うん。なんか、そうそうそう。うん、俺は福岡の、やつだしみたいな、なんか背負って出てきてるから。でも大阪もそうじゃん。で、ちょっとわかる、その翔ちゃんの気持ち。その大阪もその、ま、場所によって違うけど、岸和田の人とかすごいから、そうなんだ、だんじり愛みたいな、地元愛みたいな。そうなんだ。ちょっとゾワッとする。あと大阪の人ってさ、絶対なんかさ、言われるでしょ、落ち着けてみたいな。あ、確かに。もう結局落ちはみたいな。うん、そうですわ。それはカネ君京都で、俺大阪出身だから、カネ君に対しても常に思う。落ちはって思う。で、落ちはって。友達喋ってる時も、みんなの話を止めてまで、なんか話題を喋るのに、落ちなくね、こう終わっちゃったりしたら、なんで止めたみたいな。後で反省会みたいな。怖っ。いやいやいや、いいのよ。いいよね。言ったって今。そしたらあれ、コフェ君は、もう絶対落ち着けれるの。いやいや、そうだよ。そうだよ。確かに。でもさ、絶対大阪の人でもさ、苦手な人いるじゃん。確かに。大阪人だからって、そんな落ち着けろって言われてみたいな。確かに。結構一緒。それはそうやったわ。見ない人。家族には特にね。あ、そう。厳しくなっちゃうから。確かに。なるなる。気ぃつけるわ。でも二人あんまり喧嘩しないんでしょ？あんましないですね。でも、なんかプチコゼリアはあるよね。コゼリアはね。まあ、それはあるよね。そうなんだ、それはね。そのご飯食べてな、いただきますわ、みたいな。ああ言うてね。言ったことある。俺が言う。ああ、で、いただきます。コーヒー入れて、って、当たり前だから、なんて言うね、みたいな。なんて言うね、ああ、ありがとう。どういたしましたね。大事よね。ありがとうとかはね。ありがとう。ちょっと求めたくなって。うちらはね、結構それ言うようにしてるよね。ありがとうとかね。うん。あとね、自然に言わせる。自然に出るかも。あれやっといたから。大事だよね。洗濯しといたから。あれもちろん散歩行っといたから。そうそうそう。ああ、ありがとう。うんうんうん。でもありがとうはね、結構やっぱ大事よね。めっちゃ大事。多分長続きの秘訣はとか聞かれるけど、多分それやろ。感謝伝えやみたいな。当たり前になっちゃったらね。そうそうそう。わかるわかる。ありがとうっていう気持ちは大事だと思う。言ってな。めっちゃ言うやん。朝起きた瞬間から言うやん。二人は、言いたかったら言ってもいいし、言いたくなかったら言わなくていいんだけど、同じベッドで寝てるの？今はね、隣同士にマットレス寝て。今もベッドやめて。ああ、なるほど。敷き布団にして、なんかマットレスみたいな位置、いちいちこう上げて、寝るときにこう。はい、へぇー。シングルのそのマットレスをひっつけて寝てる。ああ、なるほどね。で、まあ引っ越し前はね、同じベッドで寝てたけど。そう。それ、部屋を広くするためとか？そう、なんか。では、ないよね。僕はね、今、マットレス。今ね、そうそう、今マットレス。そうそう、マットレスはそう。ああ。いや、なんか、そんぐらい言ってたあれだけど、ずっと長く付き合ってたらさ、もう別々に寝たいとかさ、あるだろうからさ。え、しょんちゃん、りょうちゃんは？一緒。一緒？うん。今付き合って何年目？何年目だろうか。6年目？ 2017 からだから、はいはい。7年目？7年目か。うんうんうん。早っ。もともとセミダブルぐらいのやつで寝てたんだけど、もう、窮屈すぎて、で、クイーンのベッドにした。ああ、いいね。イケアのさ、引っ張ったらサイズが変えられるやつをもともと買ってて、で、マットレスをセミダブルに、セミダブルにしてたんだよね。うん。でも、結構、うるさいの。てか、真ん中に寝んのよ。そう。あ、気持ち悪くない？二人の意見がまた向かって。なんか、カネ君も一緒やろ？あ、まあ私は真ん中にすぐ。え、なんか、どういう気持ち？え、どういう気持ちってほら、あんたに寄りたいからそっちに行くの。そうだ。そうじゃ。そうだから、俺は、なるべく、だから、こっち、そうよ。両側に寝ようとしてて、どっちにしろこう詰められるから、どんどん。はしてる。
ね、すごいわかる。うん、なんか金子もね、基本真ん中に来るし、その新幹線乗ってても、こう、ま、真ん中に来るから、すごい自己肯定感高いなって。なんていうちょっと俺は配慮しちゃうっていうか、うんうんうんね、あんまちょっとね、こう半分半分ぐらいかなと思って、新幹線も走っちゃったり、基本真ん中に来るから。違うんですよ。僕体がでかいんですよ。だから別にそっちに行こうと思ってるわけじゃなくて、いや新幹線とかでもこうやって普通に乗ってたら、ああ、出てこうやってガガガとかやってるから。そうそうそう。こうするから。そんなにしてる6、4ぐらいでさ、この、車席の6、4ぐらいで。こう体の幅を取ってるから、こうやろうとしかない。じゃあ、二席分予約したらいいんじゃん。あそうね。飲むのは全部美味しい。美味しいです。全部美味しい。これ、あんたでしょ？え、俺これ。あ、嘘。一緒に飲んでたよ、多分。確かに。確かに。一緒に飲んじゃった。聞いちゃったみたいな感じ。飲んじゃった、飲んじゃった。2017年から。に付き合って、うん、で18年で結婚式を挙げてね。そう。付き合ってもう1年足らず。すごいね。そう。そうすごいね。結構付き合ってすぐからも一緒に住み始めて、うん、で2018年に中野区でパートナーシップ先生ができるようになって、うんうん、そのタイミングでもう初日に。パートナーシップ先生を知って。あ、すごい。第1号。そう。ね、違う違う。第3号。あ、そうだよ。え、でも、あれなの。なんか、第1号だと思ったよね。そう。1号、2号は、で、いいのかな。そう、ドラゴンボールみたいな。1号、2号みたいな。はい。もともと、そういう、啓発活動。そうそうそう。活動されてる方で。中野区に、パートナーシップ先生制度を、みたいな活動されてたカップルの方たちが、1号、2号。そう、だから、全然、実質1位だよね。うん、なんか受付が開始できるっていう、うん、予約ができますっていう日の朝の8時半だったかな、あ、8時かな、うん、から受付ですって言って、うん、もうその時間に電話かけて、うん、予約の、うん、で、じゃあいついつ中野区役所に来てくださいって言われて、うんうん、行ったのね。そうそうそう、お、3号かいっつって、うん、なるほど、もうあらかじめの予約しゃべってんやな。そうそうそう、でも取りたい思いあったんだやっぱり。うん、このパートナーシップ先生を取りたい思いっていうのが、ごめん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 、2人してうんってなっちゃったから、ごめん。あったあったあった、うん、だからちょうどねその時あのドラマをやってて、はいはい、隣の芝生は青く見えるんだ。あ、はいはいはい。あれを見てて、で、世田谷区でパートナーシップ先生するみたいな、ゲイカップルがいて、あ、めっちゃいいね、世田谷に引っ越すみたいな話をしてた時に、あ、中野区でできるよなって。そう、あれね、だって、全国的に3番目だっけ？あ、東京で3番目だっけ？東京で3番目じゃない？で、中野だったから、あ、すごいね。じゃあやろうみたいな。そうそうそう。そんな感じ。そうそう、ついてるな。すごいじゃん。仲いい。すごいじゃん。いや、もういいよ、そういう。めっちゃついてるのに。うん。うん。なんかふざけるときそういう顔するよね。ふざけるともう大体ふざけてますでね。真面目なときの方が少ない。なんか、うん、な、うん、あたひ。なんかふざけるとき、なんか、顔を入るのわかる。あ、ふざけてくるなって。いや、今。顔を作るよね。そうそう、作る。え、二人はさ、パートナーシップ先生とかしてる？うん、してますね。世田谷で？世田谷でしたっけ？ああ。いつ？最近。2021年の末やから、3年前。3年前か。うん。うん。そうなんですね。結婚式は？うん。なんかやろうと思ったきっかけあるの？前からやりたかったみたいな。いや、え、なんか全部その、うん、なんかパートナーシップもそうだけどなんかそれができるようになったからやる感じで、そう、なんていうの、なんか前からしたかったとかなくて、なるほど、なんかタイミングがあったからって感じです。なるほど、なるほどね。でなんか本当に結婚式場とかそういうところでやろうとはもともと思ってなくて、やるって決めた時に、だからレストランで、うん、なんかそういうできる場所あるじゃん。うん、広江みたいな、うん。そういうところ探そうって探したのがきっかけだよね。うん、そしたらめちゃくちゃいい会場を見つけて、はいはい、でそこで友達50人くらい呼んで、うちら2人の。すごい。いや、友達がね、いるっていうのはね、まず。
そうね、今50人って聞いて、じゃあ50人しかも呼べる、ね、呼べる。言ったらそのね、お互いの関係分かってくれてる友達が。まあ、違う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 。その時初めて知ったんだよ、翔ちゃんの友達は。あ、そうなの。あ、そうなのね。じゃあ招待してから、同性のパートナーですよ、みたいな感じ。そうそうそう。順番。そう。そう。すごいね。まあでも、時代的に、なんか、そんなに、受け入れられない人はいない。ああ、はい、はい。とはもう、年代で今はね。うん。そうなんや。まあ中にはいるかもしれないけど。そうそうそう。うん、でも別に。そんな知らねえし、とか思うし。うん。だ、うんうん、からまあ、それで離れたらそれは、ね。まあまあ、そうよ。うん。でも。え、やりたいとか思う、うん、やってはない。なんかね。結婚式とか、披露宴とか。いつやったっけ一年ぐらい前に。そうだ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 。あれもイベントで。あれイベントやからね。自分たちでやりたいかっていうと、まあそれは、まあ僕はね、僕はその、法律ができないと本気で考えられないから、まあ今のところ別にないっすよね、やりたいみたいなのは。あ、そうなんだ。やっぱほんまにできるなったりとかしてから、ほんまに婚姻の関係を持つかとかっていうのはなんか、これごめんなさい、これも真面目な話ですけど、本気でできるならへんかったら考えられるかって言ってね、よく聞かれますけど、あた日。あの考えて結婚したいですかとかよ、まあ、自分らはね、人によってはね、そう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 、例えばね、はい、なんかもう、そうでな、例えば余命宣告を受けていらっしゃる方とかもね、もう今やっとかんとってなる人もいるかもしれないし ね、 そうね、あと親御さんにね、見せたいっていう、幸せな姿をっていう方もいらっしゃるからね。俺はもうあのなん本当に同性婚とかできるようになったら、うん、ちゃんもう一回ちゃんとしたいの。あ、それはそれは、うん、分かるね、うん、それは確かに親とかを呼んで、うんうんうん、この時は、あの、読んでないから、親とかは、親族は。はいはいはい。本当に友達と職場関係の人たちばっかりだったから、その時はもう一回したい。俺どっちでもいいか。あ、言いそうと思う。どっちでもいいか。どっちでもいいって言いそう。うんうん、そう。やろう。そうなんや。その時はやろう。やるなら付き合うよぐらい。そう、そんぐらい、そんぐらい。これ何よ、これ。これクレソン。クレソン？これクレソン？美味しい。カーディナル。うん。クレソン。香草。香草？うん。美味しいよね、クレソンね。美味しいです。お肉に合うよね。あ、ほら、おいしい。一緒に食べるよかった。いただきます。面白い。美味しい。え、家でもずっとそうなの？あ、はい。ここなのかな。基本ずっとそう。変わんないんだ。うん。で、いろんな顔がありますから、人間なんで。うん、確かに、見せてた部分がココナだけでね。そうそうそう。そや。そや。よし。なんか、俺結構、いろいろ言うから、その、うん、例えば、マイナビウェディングのサポーターとかも一応肩書きはあるけど、うん、なんか、ね、でも結婚が全てじゃないよねとかも言っちゃうし、そうそうそう。自分の持ってるものは、ちゃんとぶれないように、なんか、うんうん、いや大事、言うことは言う。大事。うん。じゃないか、なんか、嘘を被ってるみたいになっちゃうし、うん。そうそうそう。俺らがその、ウェディングの写真とかを、まあ、いっぱいね、うん、撮っていただくことも多いんだけど、うんうん、別に結婚別に進めてるあれでもないし、うん、そう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 。それが全てじゃないなっていうのも伝えてはいる。はい、うん、そういう。めっちゃ大事。うん。うん。うん、そうしないとね、うん、自分がなくなっちゃうから。あ、出た、出た、これ、ね、自分がなくなっちゃうって言った。ねえ、ねえ、ねえ、ねえ。これはあれな、いや最近すごい、そう、自分がなくなっちゃうっていうのは自分がなくならないように、ああああね、やっぱり、ちゃんと伝えたいことを伝えきらないと、自分らの、その、YouTube のね、例えばチャンネル登録者数をと思ったら、うん、本当になんか、キラキラした部分だけ載せたら、あ、そうそうそう、そう、上がると思うんだけども、じゃなくて、いや、でも、おかしいと思うからでも行きますっていうのも動画にするし、ああああそういうところで、しっかりとこう、自分たちがやりたいことを本当に発信していかんと、うん、なんか、なくなっちゃうなと思ってて、ああああああそう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 。みたいなすごい考えるから。自分たちがやりたいことやらないかったら。うん。そのための人生かったらね。うん、人のためのことじゃないですかね。だから自分たちがほんまに発信したいものをバーって出し切った上で、うん、まあ、全部出す必要はないけど、うん、出したい部分だけ出した上で、うん、応援してくれる人だけで十分やなとか、すごい。最近とか。ありがとうございます。思うから。うん。ね。まあ、それは増えたら増えたら嬉しい。うん。確かに。芸能人なわけでもないし、うん、芸能人の人たちはやっぱほら、イメージとかあるからさ、やっぱほら、ビジネスライクなところがあるからさ、やっぱほら、売れないと、みたいな、うん、ファンがつかないとっていうところあるからさ、でもうちらはね、別にそういうわけでもないし、うんうん、ただ人生の一部をね、うん、発信してるというか。いや、このさ、年重ねていくとどんどん考え方とかも変わっていくじゃない？はいはいはい。で、それって、変わる変わる、うん、まあ仕方ないことだけど、うん、見てる人からしたら、え、ここ変わったじゃんとかさ、あ言うじゃん。でもそれって、
自然なことじゃん、うん、そうよね、考え方が変わるってね。それで今まで通り応援してくれる人もいれば、うんうんうん、まあ、うんまあ、いなくなる人もいるけど、うんうんうん、でもまたついてくれる人とかもいるから、うんうんうん、全然大丈夫、そうそう全然大丈夫だって、うんうん、なんかさ、なんか前はこういう風に言ってたじゃんみたいな、そうそうそう、そんな分からんでもないけど、うん、そんな、うん、そんでは、その時の考え方で。確かに。そうだね。年数だったら考え方も変わるじゃん。うん。今日の自分と明日の自分ちゃいますからね。そうそうそう。